どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、今回はアーティストの好きな曲トップ10ということで、僕の個人の好みを、発表したいと思います。今回は宇多田ヒカルです。はい、ビッグアーティストですけれども、宇多田ヒカルは好きですね、かなり。はい、やっぱりお上手なので、で歌のこう種類が多いっていうか、こういう曲も歌うし、あんな曲も歌うっていう、こう、聴いてて本当に飽きない感じですね。そこがないんじゃないかなって思う感じがあります。で、まあ、声の魅力っていうところも、すごく、他のアーティストとはちょっとズバ抜けてる感じも、ありまして、はい、大変好きでございます。そんな宇多田ヒカルの、トップ10ではなくてトップ20ですね。はい、行きたいと思います。20位から11位はこんな感じです。20位 This is Love、 19位 Keep Trying、 18位 Moving on Without You、 17位、初恋、16位 Play Ball、 15位 Fiber of Life。 あ、すいません、僕英語めっちゃ苦手なんで間違ってたらすいません。読みとか全然あの予習してないんで。14位、荒野の狼、13位 For You、12位 Addicted to You、 11位誰かの願いが叶う頃です。はい、そのまま10位から6位はこんな感じです。10位道、9位嘘みたいな I love you、 8位光、7位 Be my last、 6位 Can you keep a secret。 シングルアルバムと、まあ、分かれてるっちゃ、まあ、シングルの方が多いかなって感じですけどね、こんな感じになっております。そして5位、5位は、ファイナルディスタンスです。はい、この曲はあの早い方とバラードの方とあるんですよね。確かタイトルファイナルディスタンスがバラードだよね、早い方がディスタンスだったと思うんですけど、そうファイナルの方です。あのバラードの方が好きですね。引き込まれますこの曲は。なんかバックミュージックからも惹かれるし、こう幻想的な感じ、宇多田ヒカルのその声、伸びる高音とかがすごい本当魅力的で、聴いてたいなっていう曲です。5位はファイナルディスタンスです。4位花束を君に。はい、なんかもう出だしからやられますねこの曲は。すごくシンプルでね、日本語で綴られている言葉で、まあ聞いたんですけど、お母さんに送った歌、お母さんのことを思って、まあ藤圭子さん亡くなりましたけども、そういうこう切なさもちょっとありつつ、余計な言葉がいらないような、そんな、それでいてすごく素敵な曲を、書き上げたっていう感じで、さすがだなという感じですごく好きな曲です。はい、4位花束を君、3位トラベリング。はい、歌詞が面白いですね、まずこの曲は。で、まあ、リズムとかもすごくノリがいいっていうか、もう思わず体が動いちゃうっていうか、この曲を嫌いってやついんのかなっていうぐらい、こう、誰からも愛されそうな、そんな雰囲気も漂っている曲ですね。まあ、プロモも結構面白くて、すごく曲に合っていて、いい感じに出来上がってるなと思いました。はい。第3位はトラベリングです。第2位、Wait and See、リスク。はい、この曲聴いたとき、やべえ名曲来たって感じでしたね。CD ジャケットが、まあ、何人か宇多田ヒカルがいろんなポーズをしてる感じで、最初なんか、なんとなくですけど、ちょっとお遊びソングなのかなって勝手に思ったんですよね。すごくそんなに真剣さはないみたいな、勝手に思っちゃって。聴いてみたらすげえ、めっちゃいい歌と思って。で、聴けば聴くほどいいっていうか。で、いろんな要素が取り込まれてる曲だなぁと思った曲ですね。
で、まあ、何よりかっこいいかな、この曲は、うん、かっこいいなと思って、そして、まあ、これまだ結構初期の方のシングルで5枚目ぐらいだったと思うんですけど、こう宇多田ヒカルのこう可能性っていうか、まだまだ全然こんなもんではありません私みたいなのを感じましたね。だいたい売れた曲があったら、だいたいこの人はこういう曲が得意とかって、なんか人間ってそこに当てはめちゃったりすると思うんですよね。でも宇多田ヒカルは全然全然、ああもう僕らの想像以上の人なんだなっていうのがこの曲ですごく思わされた感じがします。そんな曲です。はい、第2位 Wait and See Risk。 そして第1位は、ファーストラブです。はい、まあ名バラードですね。うん、いやこの曲聴いた時は本当この人すげえ、この人っていうか同い年なんだよね確かすげえなと思って、これを10代で作っちゃったのみたいな本当に天才なんだなーとか、まあ、天才って今いないんだろうけど、うん、努力はすごくしてるんだろうけど、ちょっと度肝抜かされた曲ですね。うん、まあ普通にメロがいいですね。まあ、サビのメロがめちゃくちゃいいし、まあ、その前の要はサビをこう一気にこう盛り上げるための A メロから B メロへの流れも素晴らしいし、で一回の展開で終わらないサビの感じとかもすごいすごい曲だなっていうふうに思いましたね。ファーストラブで難しい曲ですよねこの曲は。うん、だからこれをうまく歌いこなせる人はね、そうそういないんじゃないかなと思いますけど、うん、だから微妙なこの声の強弱とかもすっげえむずいだろうなって、そのしっかり歌うにはね、うん、堂々の1位でございますファーストラブ。はい、というわけで宇多田ヒカルの好きな曲トップ20でございました。はい、多分僕最新とか、まあ、もしかしたらどんぐらいだろう、初恋っていうそのアルバムまでは聞いてるんですよ。そっから出てるかどうかがちょっと分かんなくて、調べてもいなくて、そこまでのランキングなんですけれども、こんな感じでございます。共感される方は高評価、いやこの曲もありますと、物申される方はコメントなどいただければなと思います。教えてください。というわけで今回の虹色音声はこの辺で終わります。聞いてくれてありがとうございました。さよなら。